なんで主人公キャラはみんな波動拳やって昇竜拳やって突進するの？波動拳、昇竜拳、タズマク旋風脚。確かにね、まあ様式美ですよね。もはや様式美となっている。存在しないストリートファイターという幻影を追い続けている老人たちの様式美ですよ。これは過去の栄光にすがりたいという気持ちから出てくる様式美です。それ言い過ぎなんですけど、まあでも基本的にはそういう感じです。格闘ゲームっていうジャンル自体がどうしてもスト2をベースにしちゃうので、たかしが最初にね、龍がね最初に波動昇竜竜巻をやってしまったゆえに、主人公っつったら波動昇竜竜巻っていうのがリスペクトやろみたいな風潮がある。でそれを求めて買う人も多いからね。お、新作のストリートファイター出たんだ、じゃあ主人公使ってみよう。ワオ、You can escape。 え、You can とだよね。 You can escape。 はい、という感じで、ちょっとあれね、アグレッシブな主人公キャラクター一度も受けなかった過去が語っていますね。まあ、よくネタにされてました、You can escape って当たんねえからさ、あれで。過去のねストリートファイター系がどうしてもね、特殊な主人公を作ろうとしたけど一回も受けなくて、一回も受けないっていうとちょっと失礼だけど、まあ基本的にやっぱり龍がいいなっていう風潮どうしてもあって、結局ね龍に帰ってきたじゃんのでなってるんだと思いますけど、まあその方がみんな安心するんじゃないかなと思いますけどね。やっぱさ、主人公がさ、地面に剣を刺して剣と通常状態の2つ持ちで刺した剣を飛ばして遠隔で戦い、炎と剣と雷の精霊みたいなの飛ばして戦うさ、ヴァンパイアハンターの主人公とかさ、さすがに主人公感がゼロだったじゃん。誰も覚えてねえ、あいつが主人公だったということに。え、デミトリじゃねえのみたいな。デミトリかドノバンじゃない、ドノバンじゃねえ、モリガンじゃないのって思うんだけど、ハンター確か主人公ドノバンっすよね。という感じで、やっぱね、なかなかね、この辺難しい問題なのかなと思いますが、基本的にはタカシの呪縛ということで一つ。まあ、それはそれでいいと思うけどね、みんなスト2みたいな雰囲気を常に持って格闘ゲームをやるから、まあ、主人公っつったらっつってね、とりあえずノーゲージ勝利欲しいなみたいな感じで主人公を選ぶ人多いからね。選んだらいきなりムキムキのプロレスラーが出てきたらさ、えってなるんだよな。まあ、このあたり今後ね、いろんなゲームで改善していけるといいですね。ストロークのね、主人公どうなるんでしょうね。まあ、その辺も気になるところですよね。はい、そんな感じで、お便りいただきありがとうございます。だよな。